さあやってきました、こちらよく見て投げてくれました。さあスピード感あふれる登場でやってきてくれました。続いてやってきてくれたこちらのワンちゃん、犬種をイギリス原産ボーダーコリー、お名前をアラフ君と言います。先ほど牧羊犬の際にも活躍しましたこちらのボーダーコリーという犬種、頭の良さはナンバーワン、身体能力にも優れています。本日はその頭の良さと高い身体能力を生かしてあなたの技に挑戦していってみましょう。さあこちらのアラフ君、なんといっても振り切りが大好きな元気いっぱいの男の子、しっかりと体を温めた後は手に中央で心を一つに固い握手を交わして、最後は大好きのハグ。そんな可愛らしい嵐くんではありますが、本日はかっこいい姿見せてもらいましょう。それでは早速スタンバイです、参ります。嵐によるフリースタイルミュージックスタート。コンビネーションにご注目、楽しそうに息を合わせて足の間をスルスルと駆け抜けていきます。さあそれでは早速いきます。アラジによる8投目、こちらのラインよく見て決めた。さあ過去のアラジが見える価値が決まりました。大きな拍手で応援よろしくお願いします。アラジの役分上がっていきますよ。さあ続いてトレーナーコンカラーボックス、トレーナーの背中を駆け抜けする。さあこれとサードのアラシ君、アラシ君まだまだやる気は十分です。しっかりと足を集めて駆け抜けていきましょう。こちらアラシの魅力はなんといってもこのスピード感と高いジャンプ力、この瞬間の力を生かしてまだまだ技に挑戦していきます。アラシも楽しそうに足を駆け抜けていきます。さあこちらのダウン、さあそれでは皆様ここからラストスパートに入りますのでお見逃しのないようにお願いします。続いて5枚連続のマルチブルに挑戦です。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、ありがとう。続いて難しい投げ方、ショルダーゼロに挑戦。さあこちら、アリカスです。さあラスト、いよいよお次がラストになります。ラストはフリスビーを地面に叩きつけて浮き上がったところをキャッチするスキップキャッチに挑戦です。皆さん最後の技バッチリと決めて終わることができるでしょうか。集中力を高めていきます。最後嵐の聖剣ピカチン、こちらドーナー決まった。さあギリギリよく追いつきました。確かにと決まったらお決まりのドカチンフリーチ、以上国力のピンフリーチで頑張ってくれました。ドーナークリーの嵐くんでした。嵐くんパフォーマンスがあれば甘えん坊のワンちゃん